藍妻村は、かつて、愛知県壁海軍にあった村である。現在の刈谷市の一部に該当する。壁海大地の西端、藍妻川の下流西岸に位置する。西部を流れる藍妻川が、名称の由来である。かつては新職国が型を形成していたことから、高津型と称していたが、絹浦湾の波が打ち寄せることから高津波となった。江戸時代には、刈谷藩領だった。 カリア城にも近いことから、法営2年には、家、中屋敷街の田畑が約100国あった。近世の初めは、池越船宿の助豪村だったが、延長3年には、スケ役を免除されて、カリア城の城下役となった。1876年の戸数は91、人口は402、江戸時代には、カリア領だった。集落の中心は、大地城にあったが、 藍イ川沿いの定地の干拓を進め、さらには東側の荒野も切り開いていった。狩野城にも近いことから、法永2年には、いえ、中屋敷街の田畑が約100あり、第一西部には、侍屋敷もあった。近世の初めは、池恋船宿の助豪村だったが、延長3年には、助豪役を免除されて、狩野城の城下役となった。1868年には、 江戸から70件分の藩士が熊村にやってきたが、次第に散り散りになっていった。1876年の個数は255、人口は965。1889年10月1日には、町村制により、高津波村と熊村が合併して、藍島村が発足した。1891年の個数は253、人口は1276。 ありがとうございます。